ゆうきさん、こんにちは。こんにちは。このラジオは、家事を愛する人たちのラジオです。このラジオ配信は、沖縄県で熱帯果樹を育てているケンユーと、愛知県で、1200種の、果樹と暮らす高校生、ゆうきさんとの雑談ラジオになっております。ぜひ、お時間のある方、畑作業をしながらでも、構いません。ぜひ、聞いていってください。今回は第7回目の放送になっております。はい。で、先にですね、前回、第6回でもらっていたコメントの返信をさせていただいた後に、まあ、美味しいバナナについて、今回はゆうきさんと一緒にこうお話しさせていただきたいなと思います。ゆうきさん、今回もよろしくお願いいたします。お願いします。はい。で、第6回から第7回、だいぶですね、時間が空いてしまって、実は1ヶ月ですね、空白の、まあ、1ヶ月が過ぎてしまったんですけれども、ちょっと僕の方がですね、愛媛に出張があったりとかですね、まあ、いろいろあって、まあ、だいぶ時間が過ぎてしまいました。まあ、だいぶその、ラジオのですね、なんだろうな、まあ、テンポみたいなところを取り戻しつつ、第7回もやっていきたいと思います。はい。で、まあ、このラジオをですね、初めて聞いたよっていう方もおそらく多いと思うので、少し自己紹介の方していきたいと思います。はい。で、僕の方がですね、沖縄県で熱帯果樹を栽培しているケンユーと言います。主にですね、アボカドを、メインで栽培しているんですけれども、その他にも熱帯果樹、バナナ、すいません、マンゴーとかですね、スターフルーツ、アテモヤ、その他、果樹、そして野菜、などを栽培しております。何卒よろしくお願いします。で、ご相方の、ゆうきさん、ですね、少し自己紹介をもらってもよろしいでしょうか。はい。愛知県東海市で、熱帯果樹を中心ですね、僕も熱帯果樹を中心に、果樹、それから最近は、ソテツやユッカ、アカベなども、ちょっとやり始めてます。ゆきと申します。はい、よろしくお願いします。まあ、皆さんおなじみの、ゆうきさんですね。はい。もう、ラジオ待ってましたとかですね、早くラジオ再開しないのかとかね、いろんな声が聞こえておりますけれども、まあ、とうとう、第7回、開講することができました。よろしくお願いいたします。はい。で、まあ、ゆうきさんね、高校生ということで、まあ、来月受験がね、差し迫っておりますけれども、お忙しい中、今回、ね、こう、一緒にラジオを撮っていただいております。はい。非常にありがたいんですけれども、まあ今回、また第6回でもらったコメントに、まあ、答えさせていただきたいなと思います。で、第6回ですね、ちょっと第2、2つの放送に分けたんですけれども、ちょっとね、その、いろいろその、なんだろうな、試行錯誤的に今やっていて、で第7回ね、ちょっと、またギュッと一本にまとめようかなというふうに、考えている側面もあるんですけれども、ゆうきさん、この辺どうでしょうか。一本にまとめて、まあ、今回も1時間ぐらいでいきたいなと思うんですけれども、どうでしょうか。あ、それで大丈夫です。大丈夫ですか。お願いします。はい。ありがとうございます。また何かあれば、まあ、尺的なものも考えながら、こう、二つに分けるか、一本にまとめるか、みたいなところを、まあ、相談していきたいな。思います。まあ、ちょっとじゃあ早速質問の方も、第6回でもらった質問、早速行っていきましょう。はい。はい。では、第6回でもらった、質問ですね。りょうまさばさん、からいただいたコメントですね。コメントいただきましてありがとうございます。質問にお答えいただきありがとうございました。他ではなかなか手に入らない貴重な情報です。バラ科の赤の話も知らなかったので、勉強になりました、ということですね。はい、僕も、この辺のバラ科の赤の話も、知らなかったので大変勉強になりました。ありがとうございます。ゆきさん、ね、3種類、ご説明いただいたんですけれども、まあ、この辺付け加えるような情報とかあればお願いします。はい、バラ科の、赤の話で接ぎ木の話が出たと思うんですけれども、ちょっと、時間が空いてしまったので、どこまでお話したかっていうのは、ちょっと、ごめんなさい、曖昧なんですけれども、例えば、スモモなんかだと、いろんな品種の色がありますよね。例えば、秋姫っていう品種なんかはちょっとオレンジっぽかったり、ケルシーっていうやつは緑だったり、
あとは、アメリカンチェリーとの交配種であるバイオチェリーっていう果物なんかは黒っぽかったりするんですけど、そういうのを一緒の木にすると、もういろんな木がなって、この世のものとは思えないような色合いになるので、そういうのを楽しんでもいいのかなというふうに思ってます。ありがとうございます。まあ、接ぎ木もいろいろやってみたら楽しいですよね。なんかこう、果実を販売するだけじゃなくて、まあ、趣味で楽しむっていうところも、まあ、いろんなね、こう、ものを継ぐっていうのは楽しいと思うので、ぜひ、皆さんもやってみてください。はい。で、次、行きたいと思います。はがたろうさん、コメントいただきましてありがとうございます。第6回前半戦、お疲れ様でした。山桃の鬼リンゴについてのお話、ありがとうございました。自分も探してみたんですが、なかなか情報がつかめなかったので、見つけ次第、チームプレイで情報共有させていただきます。わら、後半戦楽しみです。ということなんですけれども、まあ、本当に、果樹栽培ですね。まあ、情報を出す、人も、まあ、おそらくあんまりいない、であろうし、まあ、このチャンネルがそういった、まあ、側面を担えたら、すごく嬉しいなと思っております。まあ、ぜひ皆さんでね、チームプレイでやっていきましょう。はい。ゆうきさん、いかがですか？はがたろうさん、先日僕もツイッターで DM をいただきまして、鬼リンゴじゃないのっていうものを、送っていただいたんですけれども、僕も、何か分かり次第、お伝えいたしますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、次ですね、トミーさん、ありがとうございます。ちょっと長いですけれども、読みたいと思います。スチュワートとステワートは同じ品種か別品種か、ちょっと単語が、違います。スペルが違いますね。STUWART と STEWART は同じ品種か別品種かという議論がありましたが、確か、スチュワート U の方ですね。は5色という結論だった気がします。この名前でタグ作ったナーサリーがあるんですね。しかもナーサリーのタグのアボカド写真っていい加減で別品種の写真だったりするので、ますますややこしい。私のスティワート、これ E の方ですね。もう5色タグの、だった気がします。先日あるナーサリーに、カランボラを買いに行ったとき、つい緑のスターアップルも衝動買いしてしまいました。うちのエリアには、涼しいので育てないと思っていたけど、そんなことない。簡単で丈夫だと言われてつい。まだ幼木なのですが、育て方のコツとかありましたらシェアしていただけると嬉しいです。かっこ、メキシカンのスタッフがアドバイスしてくれたのですが、私がスペイン語なまりの聞き取りが苦手で全部理解ができなかった。多分もう少し育つまでは絶対植え替えしないでって言われたんですが、詳細が理解できず。ちなみに、カランボラは、これはワントンっていうかな、カリーを買いました。ということですね。はい、ありがとうございます。まず、まあ、スチュワートに関してなんですけれども、どっちも多分同じことを言ってるんですかね。スチュワートのことを言ってるんですかね。うん。まあ、なんか、ナーサリーの方も分からずやってるのか、なんだろう、感性でやってるのか、そういったところもありますけれども、まあ、カランボラっていうのは、スターフルーツのことですよね。はい。スターフルーツ。僕も栽培してるんですけれども、ちょっと品種が、いろいろあって、僕も追いかけれない、のがあるんですけれども、その、なんだろう。ワントゥンっていうのかな。なんだろう。ちょっと発音がちょっと難しいですけど、これちょっとググったら、タイの品種っていうことですね。カリーっていうのは、あれですね。沖縄で今、今チラボシ、というブランドがついてるものですよね。はい。まあ、ここら辺の、まあ、栽培、なんですけど、なんか、僕もスターフルーツ栽培しているんですけれども、なんかその、雌しべが短い、短花中花っていうものと、長い、長花中花っていうものが、スターフルーツにありまして、で、これを混色すると、その結実率がいいんじゃないかっていうふうに、なんか、文献で読んだことがあって、で、僕も調べるとですね、カリーの方が、僕の現場的観測だと、長い、雌しべが、の、その中等が長い、長花中花にあたって、で、他の品種で雌しべが短いのがあるんですけど、ちょっとこれ、追いつけなかったら、皆さんごめんなさい。ラジオ聞いてる方ごめんなさい。っていうのがあって、一応混色してうまく、その、ね、結構毎年放散的にスターフルーツがなっているんですけれども、ここら辺の混色とかも一つあるんじゃないかっていうふうに思いました。で、このカリーと、この
なんだろうな、ワントゥンっていうのかな、ここら辺の混色もいいのかなというふうにも思いましたけれども、まあちょっとゆうきさんに投げたいと思います。はい。はい、お願いします。はい。そうですね、スチュワートの話は、僕も経験があって、オーストラリアから、輸入をしたのかな、アメリカだったかな、ペカンナッツのショショニーっていう品種があるんですけれども、これが、ショショニーの、最後の愛の、死因の愛がですね、あ、母音か、母音の愛が、1個なのか2個なのかっていう、そういう問題が、ナーセリーごとに違ったとか、そういうことがよくあるので、まあ、僕はその英語圏の人間じゃないか分かんないんですけど、まずどうなんですかね、音で判断しているのか、それとも鉛なのか、ちょっと分からないですけれども、結構スペルの違いっていうのはよくあると思います。日本語の文献でも漢字が違うとか、品種名の漢字が違うとか、あとは、スターフルーツのこれファンタンっていう風な書き方をされてることがよく日本ではあるんですけど、ユス村さんでも多分言ってたと思うんですね。ファンタンっていう品種の、スターフルーツ。そんな感じで、はい、アルファベットからの直すのっていうのもあるので、なかなか、日本語も、向こうのネイティブのその表記の仕方も違うことがよくあったりします。はい。で、スターフルーツの件に関してはそうですね。僕も混色で、ちょっとどっちがどっちだったか忘れたんですけれども、マレーシアの B の17だったかな。と、ファンタンとかそうなのかな。他の品種がとにかくなんか違うっていうので、いろんな品種を混ぜて植えると、豊作になるっていうのはあると思います。で、あとちょっと面白いのはそうですね、緑のスターアップルっていうのはなかなか面白いです。僕も、スターアップルは数品種かな、育ててるんですけれども、早く食べたいなって思いながら育ててます。ありがとうございます。スターアップルって、すいません、僕ちょっとスルーしてしまったんですけれども、ミルクフルーツって言われてるやつですよね。そうですね、ミルクフルーツって言われてます。僕、あれまだ食べたことなくて、すごい気になってるフルーツの一つなんですよね。美味しそうな、見た目と、どうなのかなって思って、ここら辺は、どうですか？美味しいですか？そうですね。リンゴみたいですごく見た目も美味しそうじゃないですか。あ、はい。だから、そのままかじっちゃいそうなんですけど、そのかじると、皮がすごく渋いらしくて、ちゃんとこう、アボカドみたいに作って食べるのがいいみたいですね。あ、そうなんですね。なんか、見た目とか名前がすごく、なんかミルクってついてるとすごい美味しそうな感じがあって。よくそのスタープルも。で、ミルクフルーツという名前で一時期くら寿司って沖縄にもありますかね。あ、はい、あります、あります。くら寿司で冷凍の確かミルクフルーツがデザートで一時期出てたんじゃないかな。なんかそういう噂を聞いたりとかしました。あ、そうなんですね。なるほど。あと、まあ、確かにスターフルーツも、どうなんですかね。ここら辺の、まあ今、トミーさん2種類栽培してますけど、2種類じゃなくて、1種類の栽培とかだと、やっぱ結実がうまくいかないとかっていうのがあったりもするんですか？特に小さい木なんかは、はい。実なりが悪かったりはしますね。その、大きが大きくなったら、だいぶなり癖がついてというか、よくはなるんですけれども、小さい木の時だと全然ならなかったりとかはあると思います。はいはい、あ、そうなんですね。なるほど。なんか、米本先生の本とか読むと、なんか、超過中華だと一種類でなるけど、単価中華だけだとならないみたいな、ちょっと逆だったらごめんなさい。なんかそんな感じのやつがあって、なんかそこら辺もあるのかなーって若干思ってたんですけど、僕らは、なんだろう、8本ぐらい隣り合わせで栽培してるので、毎年ブワッとなるんですけど、どうなのかなって若干思っていたりもします。
特に日本のその本土の方だと冬も寒いのでダメージを受けたりとか、うん、やっぱり花が咲いてる間に遅霜が来ちゃったりとかもするので、そうですね、まあ、いっぱい栽培するに越したことは全然ないと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ、第6回の放送は前半と後半に分けたんですけれども、まあ、今回後半の、コメントも、読んでいきたいと思います。はい、浅上和馬さん、コメントありがとうございます。ケンユさん、こんにちは。ゆうきさん、本当にすごい人ですね。アーモンドの苗木を買おうか迷っていたので参考にさせてもらいます、ということで、ゆうきさんはね、まあ、ラジオをここまで聞いていただいた方は、ね、ものすごくわかると思うんですけれども、本当にすごい人です。はい。はい、今のうちに、はい、仲良くなっておいてください。はい。ゆうきさん、いかがでしょうか。いや、もう恐縮です。いや、本当に恐縮です。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。すいません、もう。はい、お願いします。僕も一緒にラジオを撮れて、すごく毎回勉強になってます。いや、こちらこそです。ありがとうございます。じゃあ次のコメントいきたいと思います。中島正義さん、ありがとうございます。なるほど、アボカドの種もナッツか、今度食べてみようと思います。ということなんですけれども、まあ、ぜひ、試してみてください。アボカドの種もですね、実はローストして、コーヒーのように、その飲料として、飲んでる人も、僕の友達で、おりますので、ぜひ食べてみてください。で、アボカドは、種じゃなくて、メキシコ系だと葉っぱも、実はお茶にして飲めるとかね、言われております。で、ちょっと系統が違うと、ちょっと毒性があって、グアテマラ系とか、ニシンド諸島系とかだと、こう、まあ、危ないとかね、言われていますけれども、メキシコ系だといけるみたいな、報告レポートもあります。はい。ぜひ、試していただけたらと思います。ちょっと間違ってたら結城さんが訂正してくれるので適当言ってますけど、はい。はい、結城さん、いかがでしょうか。そうですね、アボカドの種、僕が見たこの間テレビでちょうどやってて、すごく美味しそうだなと思ったのは、薄くスライスしてローストして、で粉にしたものを粉に種は知っておいて、果肉の方はクリームにして、でパスタにあえて、それに種の粉をかけて食べるっていうアボカドのパスタをやってて、めちゃめちゃ美味しそうだなと思いました。多分ご覧になった方もいるんじゃないかなというふうに思うんですけど、はい。で、アボカドのお茶に関しては僕も今初めて知って、メモさせていただいて勉強になります。ありがとうございます。なんか前回その愛媛で、その高野さんっていう方が、ヒロニーと僕呼んでますけれども、なんかパパイヤの葉っぱも粉末にしてお茶にしたり、こうアボカドの葉っぱもお茶にしたりっていう人がいるんですけど、その方、がすごい健康にいいんじゃないかっていうことで、なんか商品開発もしてるみたいなので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。はい。ああ、そうなんですね。パパイヤの葉っぱは僕も夏になると結構飲んだりするんですけど、本当に美肌効果が確かあって、はい、はい。めちゃめちゃ僕肌が結構弱い方なので、はい、すごく毎年楽しんでます。効果ありますか？いや、そうですね。そうですねって自分で言うのもあれですけど、はい、肌はだいぶ、もともとすごくボロボロだった、だいぶ綺麗になったんじゃないかなと思います。あ、そうなんですね。ちょっと僕試したことないので、はい、ちょっとやってみたいなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ次、行きたいと思います。トミーさん、コメント前半もいただきましてありがとうございます。ブラジルナッツ、セレニウムの、サプリメ、ミネラルかな、サプリメントとして1日1個食べてます。甲状腺サポート。ナッツも面白いですね。でも水がたくさん必要ですね。カリフォルニアは、アーモンドの産地ですが、歴史的な水不足で、来年以降心配です。すでに、今年たくさんの農家が影響しているようです。ということなんですけれども、はい、そうなんですね。こう、カリフォルニア水不足が心配ということで、来年、どうなるかわかんない、ということだったんですけれども、はい、まあ、なんだろうな、まあ、無理のない範囲で、こう、作物を作るっていうのは非常に、なんだろうな、こう、
SDGs の観点からもいいと思いますけれども、はい、まあ、ここら辺もまた結城さんにコメントいただきたいと思います。どうでしょうか。そうですね、アーモンドって中央アジアの原産なので、中央アジアから西アジアのかけての原産なので、比較的水はいらないんですけど、でも影響が受けているほどっていうのは相当な水不足ってことですよね。ちょっとそれは、で、カリフォルニアのアーモンドって結構日本にも出回るので、ちょっと僕も心配ですね。毎日のように食べてるので。確かに。そうですよね。なんか大規模な気候変動とか、まあ温暖化の文脈もそうあるかもしれないんだけれども、いろいろ大変なところもあるのかなというふうに思います。じゃあ次、行きたいと思います。はが太郎さん、コメントありがとうございます。後半戦お疲れ様でした。二分割作業、僕は見やすくて好きです。ナッツの世界旅行ありがとうございます。わら、ゆうきさん、鬼リンゴの次は鬼くるみですか？次は鬼バナナかな、ということなんですけれども、第6回はですね、ちょっと試験的に、まあ、2つに分けてですね、お送りさせていただきました。ナッツの、魅力っていうのを、世界各国ですね、アジアから、まあヨーロッパから、まあ、いろんなところね、南米とかいろいろお話しさせていただきました。で、まあ、ここら辺の、なんだろうな、データっていうのも今後取っていきたいと思いますし、まあ、皆さんに、こう、まあ、どういったやり方で、お届けした方が心地いいのかなっていうのも、模索していきたいなというふうに思っております。で、鬼リンゴの次は、まあ、鬼ぐるみ。そして、鬼バナナ、ということなんですけれども、鬼バナナって品種あるのかな、ちょっとこれ、わかんない。はい。はい。ということで、ゆうきさん、お願いします。そうですね。鬼バナナっていうのは、今のところ、僕は聞いたことはないんですけど、ただもしかしたら、そうやって呼ばれるような、ごっついバナナも、もしかしたらあるかもしれないですね。はい。そうですね。すいません、コメントごめんなさい。はい。僕の無茶ぶりで、はい、すいませんでした。はい。いや確かに、鬼なんとかとかね、こう、名前になりやすいワードかもしれないですね。そうですね、鬼ゆずとか、あります、ね、鬼ゆずありますね。めっちゃごっついやつがありますよね。はい。まだ食べたことないんですけれども。はい。ということで、第6回コメントいただきましてありがとうございます。で、今回の第7回もですね、ぜひ、皆さんの、コメント、ご感想、そして、めちゃくちゃ難しいことでも、構いませんので、ぜひ、コメントいただけたらと思います。はい。ということで、まあ、今回はですね、第7回後半戦は、美味しいバナナを、まあ、とことん話そう、ということで、やっていきたいなというふうに思います。で、まあ、どのようにやっていくかなんですけれども、まあ、僕もだいたい20種類くらいかな、今バナナを、食べておりまして、で、このバナナが美味しかったなっていうことを、ただ、ひたすらお話しするっていう感じになっております。で、僕も YouTube の方でですね、このバナナの食レポをさせていただいているんですけれども、まあ、それと並行して、まあ、いろんなバナナ、がありますし、まあ、ここら辺を、まあ、ゆうきさんと情報交換していく中で、まあ、いろんなバナナの、まあ、品種があることもお伝えさせていただきたいですし、また魅力も伝えていきたいなというふうに思います。ということで、ゆうきさん、今日もバナナの美味しいバナナについて一緒に、ね、ディスカッションさせていただけたらと思います。よろしくお願いします。で、僕も、まあ、今期かな、いろいろバナナ食べまして、で、数えたら20種類ぐらいあって、少し紹介したいんですけれども、まずはスーパーのキャベンディッシュと言われるジャイアントキャベンディッシュですね。大体フィリピンから来るんですけれども、バナナと、で、僕たちが作っている島バナナ、ですね、こちらもすごく美味しいのかなというふうに思います。あ、ちょっとちなみに、ゆうきさんが最近インスタグラムとかツイッターに投稿していただいたんですけれども、島バナナをお送りさせていただいて、どうでしたか、ゆうきさん。そうですね、すごくなんて言うんでしょうね。スーパーに売ってるそのキャベンディッシュ系のバナナっていうのは、なんていうのかな。甘みっていうだけで、それ以外なくて。で、
島バナナをこう食べた時に、すごく、まず酸味を感じたんです。で、しかも甘みが乗ってて、本当にそのバランスがとても良くて、美味しかったです。ありがとうございます。いや、僕もすごい好きなバナナの品種の一つで、もう僕毎日食べてるんですけれども、まあ、そう言っていただけて嬉しいです。で、もう一個がちょっと品種がものすごく微妙だけれども、僕はその白無垢系のアイスクリームバナナと呼んで、今、暫定的に呼んでるんですけれども、それと、あとナムア系のアイスクリームバナナですね。こちらはですね、前回また YouTube で、コラボさせていただいた動画があるんですけれども、まあ、なんと種が入っていた、というバナナですね。で、5品種目はですね、台湾バナナというバナナを、まあ、食べました。まあ、ちょっとざっくりですね、今期食べたバナナをですね、まあ、紹介したいと思います。で、あと、ホムトンバナナ、というですね、まあ、グロスミッチェル系のバナナ、これタイではホムトンバナナと呼ばれてますけれども、こちらも食べました。あと、まあ、グロスミッチェル系だけれども、モンゲーバナナと言われるですね、岡山の、田中節造さんがですね、こう、まあ、ブランドにしているバナナがあるんですけれども、あちらも食べました。YouTube の動画にはしてないんだけれども食べました。で、あと三尺バナナですね。うちらの圃場で、栽培している三尺バナナ、食べてます。あとはモンキーバナナですね。めちゃくちゃちっちゃくて、三尺バナナよりも、まあ、島バナナよりも、まあ、三尺バナナはそこそこ長いんだけれども、果実としては、それよりもめちゃくちゃちっちゃいモンキーバナナ食べました。で、あと、沖縄ではアップルバナナと呼ばれるバナナがあるんですけれども、これも非常に美味しくて。で、このアップルバナナもですね、なんかこう、厳密な品種は、ま、いろいろあるんだけれども、まあ、アップルと呼ばれているバナナですね。はい。で、もう一つは、ドワーフナムワ。こちらもドワーフナムワとして、まあ、沖縄では、そのファーマーズとかで、出回ってるナム、バナナですね、非常に美味しいです。で、あと銀バナナ、最近僕が結構おすすめしている銀バナナっていうのがあるんですけれども、まあ、そちらもすごく美味しいです。はい、あと、まあ、ブラジルバナナっていうのも沖縄のファーマーズにはあります。で、ブラジルバナナもですね、まあ厳密に言うといろいろその系統みたいなものがあるということを伺っているんですけれども、まあ、とにかく結構これもおすすめのバナナです。で、YouTube に、ちょっとね、食レポで流したものが、合唱バナナ、というものがあります。ハンズプレイングバナナ、とかですね、まあ、リンキッドとかって、そういう風に呼ばれているバナナがあります。こちらも美味しいです。まあ、ちょっと羅列します。ごめんなさい。あと、ミャンマーバナナとかですね、あります。YouTube で一回食レポしました。あと、エマニエルバナナ、とかですね。あと、赤い、モラードバナナ、っていうものもあります。で、ファーマーズには出回らないんだけれども、Y 製の島バナナとかですね。あと、島バナナと台湾バナナのミックスとか言われるですね。結構その、なんじゃこりゃっていうものもあるんですけれども、まあ、こういったバナナを、食べてき、ておりますけれども、まあ、この中でちょっと僕がこれ美味しいなっていうのを、少し結城さんに、共有していくっていうのが、まあ、今回の趣旨でございます。はい。で、沖縄に住んでいる方、とかですね、まあ、本土に住んでいる方は手に入るかどうかわかんないんだけれども、まあ、インターネットとかで、探せばですね、結構こう、配送しているところもありますので、ぜひ参考にしてみてください。で、まず僕が、一つおすすめしたいのが、強くちょっとおすすめしたいのが、実は合唱バナナ、リンキッドと言われるバナナですけれども、これね、結構甘いんですよ。で、糖度測るとどのくらいだったかな？ちょっとね、あんまり覚えてないんだけども、27とか8とかあったんじゃないかな？ちょっとごめんなさい。間違えたらごめんなさい。YouTube に、証拠があるんで、また画像を貼っておきたいんですけれども、非常に甘くて美味しかったです。で、変な甘さじゃないですよね。もう本当に、なんか砂糖をぎゅっと、圧縮したみたいな、そういった甘さがありました。はい。で、ゆうきさん、どうですか？この辺、合唱バナナとか食べたことはありますか？いや、僕、まだないんですよね。全然、バナナは僕、ちょっと経験不足で。あ、そうなんですね。なんか合唱バナナって、なんか、バナナを、
車で一回弾いたみたいな感じですごいぐしゃってなってて、で、歌詞が、それぞれの果肉が全部グッとくっついてて、この一本一本取ろうとすると皮がひっついて、なんか横の皮が剥ぎ取られるみたいな、そんな煩わしいバナナが、なんですけど、なんか食べるとものすごく甘くて、すごい衝撃を受けたんですよ。おすすめのバナナです。ですね、はい。僕は勝手なイメージで全然なんか、もそもそして、それこそ料理用バナナの、こう、甘くないサババナナとかみたいな感じなのかなと思ってたんですけど、全然違うんですね。はい。僕も食べるまでは、そういった料理系の、まあ、調理バナナの、なんかその、なんだろうな、糖度がギュッとしなくて、もふもふっとした、なんかその食感で、そういった感じを想像してたんですけれども、全く違うバナナでした。で、ちょっと今回おすすめのバナナを、まあ、5つぐらいちょっと紹介、して、まあ、このラジオの、放送にしたいなと思うんですけれども、もう一個はですね、まあ、先ほど、ゆうきさんからもコメントいただいた、まあ、僕らが栽培している島バナナ、ですね。で、ちょっと酸味があって、甘みの他に、まあ、若干の酸味が感じられるっていうのが、すごい僕は好きなんですよね。これ賛否分かれると思うんですけれども、僕は、すごく好きです。で、島バナナってなんか昔のおばあちゃんとかおじいちゃんとかからすると、まあ、もっと甘かったよとか、もっと酸味が強かったよみたいな、いろんなコメントがあるんですけど、なんか、若干その、栽培の年数をかけて、ちょっとずつ性質が変わっていってるのか、なんかいろんな品種の島バナナっていうのが出てきているみたいなんですよね。はい。で、この辺の、なんか品種の差っていうのを、もし結城さんが知っていたら、何かこう聞きたいなっていうのがあるんですけれども、いかがでしょうか。ちょっと島バナナに関しては、学名とかもちょっとまだ分かってないというか、まずバナナっていうのは、基本的にマレーシアの山の中に、生育していた、ムサークミナータっていう種と、琉球糸芭蕉っていう織物を沖縄でも作るやつあります。あれの あれが基本となっていて、で、それの、例えば、アクミナータの3倍体だとか、琉球糸芭蕉の3倍体だとか、その交配種だったりとかっていう風なもので、いろんな品種があるという風な僕の中で認識なんですけど、ちょっと、その中で、島バナナっていうのはどういう位置づけなのか、ちょっと僕まだ把握してないんですけど、ただやっぱりあれなんじゃないですかね、沖縄にも島バナナがあって、小笠原にも島バナナがあって、奄美にももちろんあってっていうような感じです。近年になって、物の行き来がやっぱり盛んになったので、それでやっぱ混ざっちゃったりすることはやっぱあるんじゃないでしょうかね。あ、そうですね。確かになんか論文とか読むと、ムサークミナータ×その結城さんがさっきおっしゃられた琉球芭蕉の、あれバルビシアーナですよね。バルビシアーナ、はい。バルビシアーナ、アクミナータ×バルビシアーナ、っていう風になんかこう書かれてることが多いですよね。そうですね。こうなので僕も島バナナとかをこう学術的な論文で調べるとなんかこうぼんやりしてるなっていうのが印象で、島バナナって一体何なんだろうってすごい半年ぐらいめちゃくちゃ考えた時期がありました。ああ、そうですよね。なかなか出てこないですよね。そうですね。なので、もういいやっていう感じで、こう、作って食べてるんですけど、ちょっとこれも都市伝説になるんですけど、なんか、バナナの品種改良って、基本的に3倍体、とかだと、バルビシアナとかはこう、2倍体の形質を引き継いでるものが多くて、種子が入ったりする、とかもあるんですけど、なんかその3倍体のものとかだと、基本的には種が入らないので、株分けでこう個体を増やしていくじゃないですか、バナナって。なので、品種改良するときに、そういった3倍体のものを新しくこう、品種改良するときには、なんか芋と芋を
地下の芋と芋をぶつけて、で、何かしらの、こう、なんだろう、融合してるのか何かわかんないけれども、それで、なんか子株とか孫株が出てきたときに、若干その、A の芋と B の芋が融合して、若干その、子株、孫株の世代で、ちょっとずつなんか品種が変わっていくみたいなことも、都市伝説では聞いたことがあるんですけど、この辺とかはどうですか？いや、僕それ初めて今聞いて、ちょっと驚きながら聞いてたんですけど。はい。いや、でも確かに、芋を例えば半分ずつ、くっつけて、生姜はちょっと半分じゃいけないかもしれないですけど、その間から出てきたやつ、そうなるかもしれないですね。接ぎ木でも、普通の植物の接ぎ木でも、元の台木と上の、ほぎを継いで、間から出てくることがたまにあって、で、それが、例えば、その間の台木とほぎの中間の形質が出てくる、あれはなんていう現象だったかな。キメラ的な。なんかそういう現象も。あ、そうです、そうです、キメラ。そういう現象もあるので、そうですね、芋同士くっつけて、その間から芋ができたら、確かにそうなるのかもしれないですね。めちゃめちゃ面白いですね。はい。ここら辺もすごい、ちょっと聞きたかったところで、確かに接ぎ木って、脱線してしまって申し訳ないんですけれども、僕も最近、そこすごい気になってて、論文とかすごい読むんですけど、ほぎから、台木に DNA の情報は移動しないんだけれども、他には例えばタンパク質とか植物ホルモンとか、まあ小さい RNA とか、まあ陽水分がホギから台木に、もしくは台木からホギに移動することによって、ホギにはなかった台木の例えば耐寒性とか、耐塩性とか耐なんだろうな、高 pH 性とか、まあ、いろんな性質を、こう、付与できるようになったりするっていうのが、おそらく、接ぎ木の役割だなと思っていて、単なる、なんだろうな、クローンを増やすっていうのが接ぎ木ではなくて、台木とホギをきちんとセレクトすることによって、ホギで、欲しかった性質を付与できるっていうのがあるなっていうのがあるんですけど、っていうのを踏まえると、なんか、バナナの芋と芋の部分をガンって、こう、つなげることによって、なんか出るなっていうのは、なんか、あるんじゃないかなと、若干思っていたのを、ちょっとお話しさせていただきました。そうですね。確かに、もしかして、今お話を聞いてて思ったのは、横じゃなくて、こっちかもしれないですね。なるほど。はいはいはい。動画。それだったら、めちゃめちゃ。なるほど。今、ラジオを聞いてる人は、はてなマークがいっぱい出てると思うんですけど、こっちっていうのは、縦の方ですよね。そうです、そうです、そうです。なるほど。そうすると確かに、その上にできた芋っていうのは、下からも吸い上げたりしてるので、来ますよね。その、いろんなものが。確かに。そうですね。で、なんか初期のバナナの品種改良だと、品種改良っていうのは、なんか、アクミナータも原種っていうのは花粉があるので、花粉をつけてやってたみたいですよね。で、今の日本に本土でも自生している場所は、花粉を、他の株の花粉を、花につけないと実がならないんですよ。だから、僕そういうのかなと思ってたら、確かに芋っていうのはすごく斬新というか、僕の中ですごく新鮮です。いや、非常に面白いです。はい。じゃあ、ちょっと、脱線しましたけれども、次に、ちょっと僕がすごく美味しいなと思った品種は、沖縄県で流通してる銀バナナ。ナムは、ヌアンだったかな、というバナナがあるんですけれども、まあ、すごく美味しいんですよね。で、果肉はものすごく硬くて、で、僕も一回 YouTube で食レポさせてもらったことがあるんですけれども、これグシちゃん、銀バナナ、非常に美味しかったです。噛めば噛むほど甘いっていう、そういった品種があります。まあ、銀バナナはおそらく、
ブランドの名前だと思うんだけれども、すごく、はい、美味しいです。あと、ドワーフナムアとか、それにものすごく近い味が、して、美味しかったです。ゆきさん、この辺はいかがでしょうか？そうですね。ブルージャワー、ブルージャワー、銀バナナ多分ブルージャワーっていう、外国ではブルージャワーって呼ばれているものと多分同一なんじゃないかなと思うんですけれども、バニラのような香りするような、僕も一度食べたことがあって、すごく美味しかったのを覚えてます。先生、僕の理解が追いついてないと思うんですけど、ブルージャワって、アイスクリームバナナとは別ですか？これ多分日本に、海外だと、もちろん個人での輸入もあるんですけど、例えばアメリカなんかは国がちゃんとこうバナナの品種とかも管理するような機関があって、ハワイとかもそうですけど、ちゃんとこうこのバナナこれっていう登録とかもあるんですよ。でもまだ日本追いついてないので、今すごいごちゃ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 混乱している状態なんですよ。で、これなんでかっていうと、多分愛好家がそれぞれ海外が輸入したり、で、それをなんか、小株を分けて、こう、苗を売るじゃないですか。そうすると多分他の株になっちゃったりとかして、こう、本当にいろいろ混ざっちゃってると思うんですけど、僕の認識だと、アイスクリームバナナっていうのは、まず白無垢系、白無垢ヌアンですかね。と、ナムアヌアンがあって、で、そのナムアヌアンは銀バナナと同じ。で、その銀バナナはブルージャバ。で、そうですね。そういう認識でいます。でもちょっとわかんないです。人によっても、ご意見が違って、で、ネットも見ても、僕と意見の違う方も多分そのネットの情報が書いてあったからっていうこととかもあると思うので、ちょっと、強くは言えないんですけれども、僕はそういう認識でいます。ありがとうございます。確かになんか、乱立してますよね。売ってる人もそうですけど、苗を売ってる人も、果実を売ってる人も、その品種の名前とかも、すごく、乱立していて、なんか、そうなんですよね。僕は、今すごく本当にごちゃごちゃしているので、ちょっと数年後に、タイから本物の、ナムア系だったら大体300種ぐらいあるんですけど、それを、全部ちょっと一回輸入してみて、で、ちゃんと品種ごとにちょっと栽培をして、果実ができたら売ってみようかな、みたいな。なんかその300種ぐらいのレパートリーのあるバナナのショップみたいなの。できたらいいかなとかっていう夢を見てるんですけど。なるほど。まあ、ここら辺の、なんか品種の名前っていうのは、ちょっと 難しい側面がありますね。そうですね。あと、その品種っていうのは人間がつけてるものなので、個人的にこう勝手に名前をつけて売って、その商品名として見るには全然問題ないのかなっていうふうに思います。僕のわかりすまごす。く個人的な意見ですけど。あ、いえいえ、すごい参考になります。確かに。なんか、グレーゾーンな感じがすごい僕もあるので ここら辺もぜひ、ちょっとずつ、まあ、なんだろう。まあ、僕らの小さいこういったディスカッションが、その大きいところ変えれるかわかんないんだけれども、そこが果たして正しいのかっていうことをもう一回認識し直すのもいいかもしれないですね。そうですね。世界的にも結構混乱しているところもあるので、ちょっと、そうですね。こんだけ食べられている果物だからこそ、柑橘もそうですけど、ぐちゃぐちゃすぎてわかんないっていう面は多いと思います。わかりました。僕もすごく勉強に今なったので、嬉しいです。ゆきさん、台湾バナナとかって食べたことありますか？台湾の、北台湾昇、産のものはあります。はい、北昇。北昇とか、僕、おすすめとかじゃなくて、あれすごい美味しいっていう人もすごく何人か知ってるんですけど、僕は、なんか変な独特の甘さが僕には合わなかったっていうのがあるんですけど、あの辺はどうですか？なんか、臭い甘さっていうか 確かにすごくねっとりしてますよね。で、僕は、そうですね。
キャベンディッシュに比べたら好きかなっていうぐらいなんですけど、そうですね。トークショーの中にも、その中、ちょっとごめんなさい、詳しい分類はわかんないんですけど、国章とか、黄金章とか、ウーロン章とか、本当にいろんな台湾の中でも、いろんな、あっちでは甘章っていうんですかね、甘い芭蕉の章って書いて、そういうのがあるので、台湾もそうですね、結構いろんなのがある地域ですよね、バラナレムと。はい、そうですよね、なんだろう、僕が食べたのは、その何章かはちょっと、厳密にはちょっとわかんないんですけれども、僕はちょっと変な甘さがあって、ちょっと口に合わなかったなっていうのがあるんですけど、僕って結構意外とバナナの甘さだけじゃなくて、そこにある酸味の部分がすごい好きな。だからこう、若干その島バナナ系の、シュワッとするやつが好きで、で、沖縄県で出回ってる、またこれもちょっと微妙なところがあるんですけど、ブラジルバナナっていう風な名称で出回ってるバナナがあるんですけれども、僕結構あれが好きな、タイプなんですけど、あの辺のブラジルバナナもどうですか？いや、ちょっとブラジルバナナとか、あと、僕が聞いたことあるのはボリビアバナナとかもたまに見ます。はい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 。そこら辺も沖縄で出回ってるみたいで、ちょっと僕南米のバナナの品種をあまり知らないので、ちょっとごめんなさい、わからないですね。なんか、微妙ですよね。そのブラジルっていう風な名前で出回ってるのかとか、器用だったかな？なんか変な漢字2文字で出回っていたりしますね。あと、あれ、サンタカタリーナとかって出回ってるのは、あれ、アップル系ですか？あれはブラジルですか？あれはでもちゃんとした確か品種だったような気がするんですけど、ただアップルバナナってシルク系って、いわゆるシルク系っていうふうに言われる古いだったと思うんですけど、アップルバナナ自体はハワイのマッサンっていうのが多分から導入されたものですよね。本当にリンゴのような匂いがするみたいなんですけど。はいはいはい、マッサンとかって言われますよね。でもそこら辺の分類もすごい僕の中では曖昧で。そうですね。まあ、バナナ、もうここまでごちゃごちゃになってしまうと、なんて言うんでしょうね。もう各農家さんが美味しいものを選抜して商品面で出すのが一番、消費者にとったらいいのかなとかって思ったり。確かに。しますね。はい、確かに、そうですね。各農家さんが美味しいんだというふうに、信じて出すっていうのはいいかもしれないですね。なんか沖縄で出回ってるブラジルバナナって、まあ多分いろいろあると思うんですけど、なんかすごく酸味が強くて、美味しいなっていうのがあったんですけど、どうですか、ゆうきさん的には。いや、僕、ブラジルバナナがそもそも果実をちょっと僕見たことがなくて、あ、そうなんですね。とも言えないんですけど、でも僕も味覚的にはケンさんと同じで、ちょっと酸味のある方が好きですね。あ、なるほどです。あ、じゃあ今度ちょっと見つかったら、ちょっとお送りさせていただくので、ぜひ食べてください。ありがとうございます。はい。すみません。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、あ、そうですね。まあ本当に、僕が美味しいバナナをいろいろやろうって、こうラジオで言ったのにあまりこうまとまりがなくて申し訳ないんですけど、まあなんか本当に、まあ、いろんなバナナをちょっと食べたバナナをのゆうきさんのいろんな情報も聞きたいなと思うんですけど、例えばモラードバナナとか最近食べたんですけど、なんか甘みも強くて糖度が多分25度ぐらいあって、でもなんかちょっと薬味がかった味がしたなっていう風な印象がありますけれども、ゆきさん、モラードバナナとかはどうでしょうか？僕、モラードバナナ見たこともあって、はい、スーパーでもあって、なってるところも見たことあって、はい、家でも栽培をしてるんですけど、食べたことないんですよね。なんでですか？なんで？いや、すごくいろんなところで見たり、こう、接触する機会はあるんですけど、はい、ないですね、まだ。赤いですよね、茎が、ちょっと。あ、めっちゃ真っ赤ってか、赤、黒紫色っぽい
感じの、はい、あの、濃い赤っていう感じです。そうですよね。で、日本だと、日本でも数品種導入されてるんですけど、タイだと5種類ぐらい赤いバナナがあって、はい。で、それごとにもちょっと味とかも違うみたいなので、いつか食べ比べはしてみたいなとは思ってます。あ、うわ、5種類もあるんですね。いいですね。なんか、最近、バナナの世界史っていう本を読むと、そのミクロネシア系の地域で赤いちっちゃいバナナがあるっていう風なことを聞いて、それ食べたいなっていう風に思うんですよ。ああります、ね、向こうは、世界的にそのビタミン A が不足してるっていう問題があって、で、ベータカロテンのその、なんか、なんだろうな、接触の不足があって、それが失明とかにつながってるとかっていうことが、なんか世界的にも言われてるんですけど、なんかそういった、ビタミン A を摂取するのが、なんかこの赤いバナナに めちゃくちゃ含まれてるっていうのが書かれていて、なんかいろんな世界の子供を救っているバナナだっていうことを聞いて、あ、すごいバナナがあるなって思って、すごい僕注目してるんですけれども、なんかここら辺も面白いなと思ってます。そうですね、フェイバナナとかって多分呼ばれてるものとか、あと小さい赤いやつとかで言ったらオルタナとかムサオルタナオレンジとかオルタナ紫とかってあるんですけど、ああいうのだとか、あと、そうですね、そのフェイバナナってニューギニアとかソロモン諸島とかで栽培されてるやつなんですけど、小さいのと、でかいのもありますね。ウリミ。でかいのもあります。でかいのもあります。はい。ウリみたいな。沖縄のモウリみたいな。そう、そうそうそう、白ウリとか、なんかそういった、モウリみたいな。はいはい、それがめちゃめちゃ美味しそうで、はい、僕もちょっと今欲しいなと思ってるところですね。うわ、めっちゃ食べてみたいですよね、ああいうの、うん、そうですね、あれはなかなか、はい、あれは手に入りにくいですか、ゆきさん。今多分そのうち手に入るとは思う。今めちゃめちゃバナナ集めてて、で、はい、来年からもちょっと本当に本格的に集めようとは思ってるんですけど、うんうん、そうですね、まあ、もちろん栽培種にはかなわないですけど、野生種も結構素敵なものが多いですね。ああ、そうなんですね。ここら辺もゆうきさんがショップをもしされた際はなんか展開していく作物ですか？あ、もうバナナはもう苗に関しては野生種はもう野生種って言っても今のところ50種弱なんですけど、もうもっとあるので、はい、それを苗で展開していったり、あと、その果物に関しては、苗、世界中のから苗を仕入れて、やっていこうかなと。夢ですけどね、本当に。夢ですけど、思ってます。うわぁ、めっちゃいいですね。そうですね。ちょっと勉強が多くも必要だなと思って。ちなみに、ゆうきさんが今栽培しているバナナって、どんな感じですか？僕は主に地植えでも耐えるような南亜系のものとか、あとは野生種とかをちょっといろいろ友人とも共有しながらやってる感じです。あ、そうなんですね。あ、確かになんかナムワ系のやつって耐寒性強いって言いますもんね。あと虫とか。そうですね。こっちの愛知県の知多の方でも結実したり十分しているので、路地でしているので、そうですね、ま、西日本とかだったら結構期待はできるのかなと。そうなんですね。ありがとうございます。あ、ちなみに、今日インスタグラムで上がっていたのかな、なんか、白無垢系のアイスクリームバナナと言われている調理用バナナ。それはアイスクリームバナナと言われているのか微妙ですけど、あれはどうですか？あ、これ白無垢系のアイスクリームバナナ、アイスクリームバナナだったんですか？と言われているんですけど、僕も厳密にはわからないんですよね。ああ。これ、何バナナかなって、一回、一年前ぐらいに、ゆうきさんとかに、これ何バナナですかって、多分、写真をお送りしたことがあったんですけれども、それですね。ああ、そうなんですね。いやー、ちょっとわかんないですね。僕も、本当にバナナはちょっと初心者なので。そうですね。なんか、沖縄で。あんまり甘みが、はい。はい。沖縄でみんなは白無垢系のアイスクリームバナナっていう風に言うんですけど、なんか、でも、
どうなのかなってすごい僕も思っているんですよ、それ。ちょっと甘みが強いっていうよりも、ふわふわしてて、少し酸味が、そうですよね。ありますよね。うん。甘みは、なんか、島バナナを食べた後からだからかもしれないですけど、ちょっと弱めですよね。はい、もう、変な臭みもあるのかな、とは。ああ、確かに。あ、でも、僕は味覚がちょっと狂ってるんで、あれですけど。いやいやいや。ただ確かに料理にするには本当に可食部が多くていいやつでいいですよね、これ。うんうん。あとなんかちょっと筋がないですか、中心部。ああ、確かに。なんか種の対価の付近になんか硬い筋がちょっとあるなっていうのが、どうですかね。確かにちょっとありますよね。うん。なんか品種がすごい。ちょっと調べてみます。あ、ぜひぜひ。はい。沖縄のみんなは、これ、白無垢系のアイスクリームバナナと呼んでるんですけど、まあ、おそらく違うのかなとも思ってます。はい。なんかちょっと島バナナの、さっきの品種の改良の話にちょっと続くところがあるんですけど、なんか、培養方法とか、まあ、種以外の、おそらく、なんだろうな、改良みたいなところが多分強いとは、若干思っていて、なんか人間の交雑以外の部分で人間がその株を増やしていったり、メリクロン内で培養していったりっていう側面で、ちょっとずつ変わっていってるっていうのも、まあ、あるのかなっていうふうなこともあり、かつて島バナナが食べられていた味と、今栽培されている島バナナの味が全く違うとかっていう、その高齢者の人の意見とかも、まあ、ちょっとは、そこら辺の培養の過程とか、株分けの過程で発生してるのかなっていうふうに思っていたりもしました。はい。はい。そうですよね。なんか、沖縄のその美味しい島バナナを選抜して、ちょっとブランド化したりっていうのもまた面白いかもしれないですね。いいかもしれないですね。はい。確かに。ちなみに、ゆうきさんの美味しいバナナとかってあったりしますか？そうですね。僕は食べたことはないんですけど、斑入りのバナナ、斑入りの、ムサアエアエっていうのがあるんですけど、はい。あれは、ハワイのバナナで、はい。で、葉っぱが斑入りで、今めちゃめちゃ高くなってる。一時期ヤフオクなんかでも一株12万とか15万とかになってるようなバナナだったんですよね。で、今ちょっとずつ下がってきたと思うんですけど、そのバナナなんかはハワイのバナナで、当時ハワイは王国だったんで、王家しか食べられないバナナだったんですよ。はいはいはい。もう姿もすごく本当に不入りだからかっこよくて、で、さらに果実にもこう島が入るんですよね。で、めちゃめちゃ美味しいらしい。はいはい、なんか僕も一回食べてみたいなと思うんですけど、なんかそういうバナナがあったり、はい。これは手に入らないんですか、アイアエっていうのは。日本でも栽培はされているので、はい、ただ、不入り植物ってどうしても光合成色素が他のバナナで少ないので、成長がすごく遅いんですよね。なので、あんまり大量生産とかになるとなかなか難しいんですけど、徐々に広まっているので、広まる価値のあるような美味しさだったら、必然的に多分広まると思います。わ、なるほどですね。わ、楽しみですね。僕もじゃあ、ちょっと探してみたいと思います。では、すいません。今日は、また、久しぶりの放送でしたけれども、ゆうきさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと今回はバナナの話だったんですけれども、まあ、なんか、いろいろと品種が乱立していて、まあ、美味しい沖縄県に来たら、まあ、こういったバナナをおすすめ、したいなっていうのが、まあ、島バナナとかですね、いろいろあるんですけれども、まあ、あと、まあ、銀バナナとかですね、そういったものがあるんですけれども、まあ、具体的な品種名がちょっと乱立していて、ちょっとね、そこら辺は、まあ、いろいろ食べてみて、いただけたらと思います。はい。で、次回はですね、年明け、あたりに、縁起のいい果樹を、少しですね、お話し、させていただけたらと思います。
ぜひ第8回もお楽しみに聞いてみてください。で最後に少しお知らせを、したいと思います。ゆうきさんからまた少しいただいてもよろしいでしょうか。はい。僕は4月からのショップを建てるんですけれども、もう本当に、自分が受験生なことを忘れるぐらい、そっちの話になっちゃうと、どんどん、こうやっちゃうんですけど、毎日本当に、なんていうんですかね、面白い、商品を用意できるような準備が着々と進んでいまして、例えば、ブラックサボテンの果実なんかも結構いっぱい販売ができるんじゃないかなと思ったり、苗なんかも、最近話題のスーパーフードのルグマとか、そこら辺を販売できるんじゃないかなと思ったりというか、準備が進んでいたりするので、ぜひ、今後の、僕の活動も注目していただけたらと思います。はい、ありがとうございます。ゆうきさんの、インスタグラムとか、まあ、ツイッター、そして、YouTube なども概要欄の方にありますので、ぜひ覗いてみてください。で、4月から、公開予定のショップの方もぜひ、皆さん、お使いに、なって、ください。まあ、とてもね、ね、いい苗もあると思いますし、で、さらにゆうきさんはいろんなことを知ってると思いますので、いろいろ皆さんと一緒にお情報交換しながら果樹栽培をね、していけたらと思います。ということで、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ぜひ、いいねボタン、そしてチャンネル登録をされていない方は、次回の放送もありますので、チャンネル登録をしてお待ちいただけたらと思います。ということで、ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。